コメントの話、ね、これね、これ褒めていただいてありがとうございますって、ね、資金管理はやっぱり大事ですよね。大事ですよ本当に、ね、これ的にあとね、うん、資金管理ってね結構その、うん、ここまで落ちた時のその資金がどのぐらい目減りしてるかとか、うん、どのぐらいのやられに許容するかっていう考え方なわけ、うん、はい。でも日経平均が1万2000円とか1万5000円まで落ちることってあんまり考えてないんですよ、さすがに。そこまではね、そこまではさすがに考えてないですね。そうなんですよ、うん、途中で2万円が見えた時に、うん、あ、これ1万5000円いくかもっていうのをよぎり始める。そうですね、よぎりますね、そこまで来ちゃうと、うんうん、また別の資金管理にこう移行していかなきゃいけないじゃないですか、うんうんうん、だから結構難しいですよね、うん、中長期目線で考えてるんですね。そういう時に、あ、これはもっと下のランクまで変えなきゃ、考えは変えなきゃ、買うわってなった時っていうのはどういうふうに具体的に対処していけばいいんですかね。いや、そんな経験ないですもん。はい、そっか。え、大内さん、3万円から1万5千まで落ちる相場経験したことない？それはそこまではないです。そこまではないです。ないでしょ、うん、リーマンショックですらそんな高いところから落ちてないんですよ。うん、もうちょっとね、幅は狭いですからね。うん、だから、うん、みんなそれっぽいことを仮に言ってたとしても経験ないですよ。勘、うん、でしょ、うん、もう、とりあえず中長期でキープしてたやつをぶん投げて、現金化して、ね。あのね、うん、ロスカット、ロスカットの嵐かなって言われ。あの中長期組最近ちょっと声ちっちゃいですよ、うん、はい、声どころがもう消えましたね。いないですよ。出ていましたか。いないですよ、うん、いやガチホ組ちょっとだいぶこうなんか虫の息ですよ。うん、まあね、積み立てチャンスなのでむしろね、まあ、今日も安く積み立てられてラッキーぐらいな気持ちでいるのが理想的なんですけど、そのぐらいの資金管理的な余裕のある人はいいですけど ね、要はもう脳死状態で毎月なんぼって決めてる人ですね、うん、そうそう、うん、自分なんかはNISA口座とかであの ETF あれかあの投資信託自動的に積み立ててますから、あれ あとね、大内さん。はい。あの、中長期、まあ私も中長期当然やってるんですけど、はい。あの、中長期、まあ3、うん、4年やってるんですかね、もうね。はいはいはい。やって思ったことを一つ集約すると。うん、集約すると、はい、うん。2倍ちょいがピークじゃないかな。中長期で、あの、自分の保有銘柄っていうかが2倍になったらもうピーク。資金が例えば株価じゃなくて、株価はそれは銘柄によっては2倍になるやつも5倍になるやつもいるんですけど、まあポートフォリオ組んで、まあ、うん、あのこのぐらいの資金量で中長期やるぞって決めたら、うん、倍にちょいになるのがピーク、あのピークじゃないかな。それは20年ずっとやってたら知らないですよ。3、4年から5年未満ぐらいだったら倍が限界ですよ、うん、500万ぐらいで積みコツコツ貯めてたら1000万ぐらいになったらわーいっていうのが、そう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 、ほぼピーク。まあ1000万やってたら2000万、うん、3000万だったら6000万みたいな、うん、そんな感じなんですけど、うん、あの中長期はやっぱりその倍っていうくくりでいくと、うん、夢の少ないトレードです。あ、そんだけかけて倍にしかならんのかっていう、で、まあ、ちょっと思いましたね。そう言われりゃそうかなって。確かにね、確かにですよ、あのコロナショックになったあたりで私もこう中長期をいくらか増し込んでるわけですけど、はいはい、今直近で言うと一番マシな仕込み時期だった、ね、まあ、そうそうそう、だからあそこら辺まで下がる、はい、まではまあ別にね、いつまでもホールドしていて別にいいやと思ってるわけなんですけど、確かにあそこからギューンと含み益が出てフォフォフォって、ね、中長期最高と思ってたんですけど、あれから特に増えてないっていうか、増えたとしてもちょっと増えていって、で最近のやつでちょっと減ってっていうので、まあね、なんか楽しいよねーなみたいなのはありますね。あのね、要は中長期がいいっていう人ってまあたくさんいるんですけど、うん、で私も中長期は悪いとも思ってないし、トレードの手法の一つだと思うんですけど、うん、やっぱりその中長期でどのぐらい儲かるかっていうのをちゃんと理解した上でやっとかないと、うん、
YouTube の広告でなんか、うん、アップル株をなんか20年持ってたら何百、うん、100倍になったとかいう話ってあんなないですから。ないですね。昔なんかヤフーの株を最初に買って、うん、ピークで売ってたら何億円とかいう話あったじゃないですか。ありますね、ヤフーの。あの、いないですから。確かにね。持って気絶してて、蓋開けたらそうなってるかもしれないけど。だからそれはその、持って気絶してた人しかいないわけ。な、そうですね。あれそんな人、どこにも知り合いいないでしょ。いないよ。見たこと、聞いたこともないし。でしょ、うんうん、そんなん取れたっていう人って、誰も知らないんですよ。うん、いないいないだから、本当に土の子並みに、レアな人なんです。そう、なんか、いるらしいっていう話とか、なんか、いるっぽい噂みたいなのは、とかね、そう、事実、ね、一応理屈的にはいますみたいな話なんだけど、見たことも聞いたこともないですね。でしょ、うん、だから、意外にね、中長期儲かるぞっていう派の人たちに、じゃあ、どのぐらい儲かったんだっていうのは、ちゃんと履歴出せって言いたいですよ。5年じゃ、ちょっと倍が、倍ちょいですね。まあ、そうくらいかもなーってね、本当ね、アベノミクス序盤にガツッと買って、そこからもやってた。その人は5、6倍になってないですか？なってるかなとは思うけど、そんな人たちで、だったらこそ、この2年ぐらいは多分あんまり変わってないでしょうからね。ですよね。ね。うん。そうするとね、やっぱり始めた時期が違う。だからよく言う、その、ファイヤーしたいとかいう目標を持ってやる人とかいるじゃないですか。はいはいはい、ファイヤーね、ファイヤー。長期やってたら一生できないですよ。まあ、いつまでも変わんないで、まあ、ちょっとね、うん、配当もらって、ちょっとたまに嬉しいなぐらいなもんでしょうね。いやまあ、資金量にもよるんですけど、例えば1000万円で中長期やりますって初めて奥にしようと思ったら、50年かかる。ね、やっぱりね、短期間で一気に増やすのは回転ですよね、回転。くる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 。まあ、回数増やさないとダメです。まあ、ゆっくりとこう資産形成していきたい派には、まあ、おすすめはできないですけど、夢を持ってお金を増やしたい人は中長期とか言ってる場合じゃないですね。まあ、それもやりつつね、やっぱ短期トレードというか、お金の回転が早いトレード方法も、ね、並列でやっていかないと。まあ、多少並行しないとしんどいですね。ね、増えないでしょうね。ね、そういうこともありつつ、やっぱね、まあ、ここでね、下目線っていうのもありましたけど、次の大相場へのちょっと予言みたいなとこですよね。一回落ちて、そこから。まだ先ですけどね、今年1年のうちにあるんじゃないかなとは思いますけどね。いやいや、そんなこと言ってたら、大内に騙されていや、まあね、あるんじゃないかなって、知らんけどって。知らんけどって。あるんじゃないかなと思うんですよ。知らんけどみたいな。相場ってね、はい、そんな今日落ちたから明日上がるっていうのはもんじゃないんで。ね、みんなの気持ちが固まってね、どう動いてくるかっていうのはね、なってくるから。そうですね。まあでもね、しんどい時こそ我慢です、ね、うん。我慢っていうか待ちというか。そうですね。待ち。そしてチャンスを待ってその後って。